Hi everyone, it's Ray here. リンゴより梨が好きな Ray です。私 Ray は、キルト、コラボレーションアルバムキルトという、作品を今年リリースしました。皆さんも聞いていただけましたよね。このアルバムには私が大好きな9組の、アーティストを迎えて11曲の彩り豊かな曲が収録された傑作になっています。そしてこの9組のアーティストのことをもっともっと語りたいっていう思いからこの動画シリーズを作ることにしました。題してコラボレーションアルバムキルトリリース記念、レイの大好きなアーティストをレイが熱烈に語る動画。はい、ということで今回はですね、実はコラボレーションした9組のアーティストの他にとても重要な役割を担ってくれたコラボレーション相手がいました。それがですね、今回のキルトのハウスバンドです。どういうことかと言いますと、今回は、藤原さくらちゃん、長岡亮介さん、細野晴臣さんなどなど、豪華なゲストのミュージシャンが、参加してくださいましたけど、それらの楽曲の、生演奏を要する、曲に関しましては同じメンバーで、録音しました。そのハウスバンドっていうのがベースに、岡本の浜岡本さんと、シュローダーヘッズでもご活躍のキーボード、そしてピアニストである渡辺俊介さん、そして Answer to Remember やミレニアムパレードほか、ご自身のソロ作もたくさん生み出している私の大好きなドラマー石若駿君、この、3人のメンバーを迎えて、も私も入れて4人ですね、このメンバーでお届けしましたので、今回はキルトのバンドメンバーを紹介します。ということで、これまでのこのレイが熱烈に紹介する動画でオリジナルプロフィールというのを、作ってきました。みんな公式プロフィールが、アーティストさんなんであると思うんですけど、私の目線から見たオリジナルのプロフィールを書いてきましたので、それを皆さんに紹介したいと思います。じゃあまずは、ドラマーの石若駿君のことをレイオリジナルプロフィールで紹介したいと思います。北海道網走が生んだジャズの申し子、そのちょびひげとスナップバックと愛くるしいキャラクターで J-POP 界のあらゆる打楽器メンズをなぎ倒す、そう、それが世界の旬石若。中村佳穂、キッド・フレジのミレニアムパレード、 Answer to Remember など数多くのプロジェクトに引っ張りだこ。アートブレイキー、ヨシキ、日野元彦のドラミングから系譜を受け継ぐみんなの心のバックビート、そう、それが旬石若。旬石若のオリジナルプロフィールでした。続きましては渡辺俊介さんのオリジナルプロフィールです。その虹色の鍵盤で奏でる美しい音を君は聞いたことがあるか。スピード感と繊細さを兼ね備えたソングライター、キーボーディスト、ピアニスト、渡辺俊介、佐野元春、藤原宏、コッコ、時あさこなど数々のアーティストの作品やライブに参加する引っ張りだこのプレイヤーでありながら、シュローダーヘッズの名でソロ活動も精力的に行う、名古屋仕込みのロマンチックな指さばきに誰もが恋心を抱かずにはいられない、それが渡辺俊介、 also known as シュローダーヘッズ。俊ちゃん大丈夫ですか、こちらで。ということで、最後のメンバーは岡本ズのベーシストである浜岡本さんです。ジェームス・ジェマーソンのグルーヴとフリーの破天荒さを掛け合わせた IQ300 のベースベイビーこと浜岡本、新進気鋭のネオロックを奏でるイケメンカルテット、岡本ズの裏ボスとして彗星のごとく現れた星野源氏、マハラージャン氏、吉田佳代氏、民吉など数多くのアーティストの作品やライブにも参加し、その倍音を轟かせている。いかがだったでしょうか、ファンの皆様大丈夫でしょうか。はい、なるべくこう愛をね込めて紹介しましたけれども、ここからは、
レイニーレコードのスタッフ Y さんに質問をしていただきながら、それぞれのメンバーについて熱烈に語っていきたいと思います。まず石若俊くんはですね、6、7年前ぐらいになるのかな、オチザファンクくんっていうベーシスト、クラックラックスのベーシストでもあるんですけど、クラックラックスは、石若俊くんも参加されているバンド でそのオチくんが私と一緒にセッションしたいということで誘ってくれたんですよ。でそれがまあ渋谷のスタジオで、じゃあちょっとセッションしようよって言ってテクテク行ったら、そこにいたのが石若俊くんでした。でその時は、まあ、何の気なしにセッションして、なんかジャズのナンバーをスタンダードとかもやったのかな、ちょっと結構前の記憶なんですけど、その時が初対面でした。そこからはちょっとしばらく会わない時期があったんですけど、もうその間にですね、もう石若俊くんはもうスーパースターになったというか、もう今一番熱いドラマーみたいな感じで、石若俊くんがもうどんどんねみんなの中で話題になっていたんですけど、それから時を経て去年ぐらいからたくさんご一緒するようになったんですよね。去年の12月に、クラブハウスツアーっていうのを私が開催しました。その時にね本当にね近くなりました。すごい仲良くなって、であとはまあ今回のキルトっていう作品もそうだし、本当にねここ2年3年ぐらいでまたグググッと距離が深まりました。渡辺俊介さんは初めて一緒にやったのは時あさこさんの台北ツアーで、私もギタリストとして参加した時に初めてちゃんと一緒にやりました。もちろん存在は存じ上げていたんですけれども、それから白田ヘッズとしてのソロ活動では下北沢とか、あとは仙台とか、いろんな場所で対バンはしていて、私の作品でもお誘いするようになって仲を深めていきました。浜さんは以前にもこの動画シリーズで話があったと思うんですけど、去年末に閉店した下北沢ガレージというライブハウスで出会いました。とある日にですね、私がガレージの楽屋をうろついてたらですね、ベースボールベアのドラマーの堀くんと浜くんが遊びに来て、あこんにちはみたいな感じで、その時に多分初めて挨拶したんですよね。でバンドとしては存じ上げてたんですけど、なんか個人として話すのがその初めてその時で、でなんか私が弾き語りを弾く時に、こうグルーヴが自転車の車輪だったとしたら、その車輪から足がガクンって外れる瞬間っていうか、体がこうその円からふわっと浮いてしまうような瞬間があると。そのグルーヴを見失う時にどういう風にそのグルーヴを取り戻せばいいですかっていうような質問を2人にぶつけたような気がします。回答は特になかったと思う。あるよねって言われたのだけ覚えて、そういうことあるよねっていうことだけ言われたのを覚えてますけど、はい、それが出会いでした。素直になれる気がして、今回そのキルトというコラボレーションアルバムを作るにあたって、どういうバンドメンバーと演奏したいかなっていうことを考えました。まあ、俊くんは本当にご自身のプロジェクトもやってるんですけども、いろんなところでいろんなアーティストと多岐にわたる名演を繰り広げているので、いろんなスタイルを叩けるっていう技術もすごく魅力的だなって思いましたし、まあ、同い年なんですよね。だからそういう若い感覚みたいないいなって思ったのと、あとは俊介さんはもうレコーディングでも何回もご一緒してるんですけれども、例えば自分の作品だと New Days っていう曲とか、あとは Honey っていうアルバム収録されてる BU っていう曲もそうですし、 My Name is Ray とかもそうですけど、本当にね毎回私がこうディレクションしたり説明したものを、本当に私の頭の中になってるものをもう2倍にして返してくれる方なので、ぜひ俊介さんにって言ってました。浜くんとはレコーディングをするのは初めてだったんですけれども、まあ、その俊くんと同じくいろんなね場所でレコーディングで活躍されているのも知っていましたし、まあ、なんかそういう細野さんとかとの関係においても、まあ、私より関係値が深いのかなっていう印象もありましたので、私もその場で皆さんにいろいろディレクションをしなきゃいけない、こういう風な曲にしたいからこういう風な演奏をしてくれみたいなことがそのレコーディングの現場であるんですけど、
まあ、結構そのおしゃべりが拙いところもあるので、そういうコミュニケーションの部分でもきっとサポートしていただけるのかなっていう理由で、それぞれの方たちにお声掛けしました。今すぐ抱きしめて、キルと、月取れた、ギュ、そしてスマイルっていう曲が、皆さんと一緒に、まあ、このメンバーが全員揃ってる曲になるんですけれども、まあ、まず初めてレコーディングした日っていうのがギュとスマイルを撮った日だったんですよ。もうそれがねすごく印象に残っていて、なんか意見交換をしながら曲を構築していった印象があります。あとはやっぱりその私もこう細かく指定しすぎずに、せっかくこんなに個性豊かな、そしてスキルがあるプレイヤーにお願いするんだから、意見を求めたいということで、結構そういう自分がこういう風にしたいっていうイメージと、ここは相手のプレイに委ねたいっていうところのこう葛藤もあったんですけど、もうそういうのも全部赤裸々にシェアしながら作ってきました。困難っていうか難しかったのはキルトっていう曲なんですけど、これはアルバムのタイトル曲に、まあ、結果的になりました。最初はドラムを石岡俊君と撮ったんですけど、いろんなねドラムセットをパートごとに変えてくれて、それもぜひね今度発売されるキルトの完全版の DVD にたっぷり収録されているので、ぜひそちらもチェックしていただけたらと思うんですけど、ヤフオクで買ったばっかりのアクリルのねドラムセットとか、ミニマルなセットにしたりとか、あとはサブスネアも持ってきて両方叩いたりとか、パーカッションを重ねたり、そういう試行錯誤がとっても楽しかったんですね。その後に俊介さんと浜くんと私と残りを取って、最後に呂布くんのラップが乗っかったっていう順で取っていったんですけれども、やっぱりねこう正解がない、いわゆる J-POP 的な曲ではないので、いろんなジャンルの曲調がガッチャンコされてて、それを一つに縫い合わせるような形で呂布くんのラップが乗っかってるんですよ。もう一聴したら何を言ってるのか分かるので聞いてもらえたら嬉しいんですけれども、そういう正解のない特殊な曲だったんで、それをみんなでこう探りながら作っていくっていうのが本当に大変でしたね。はい、石若俊くんを食べ物に例えるとミートボールです。はい、存在感もあり親しみやすさもあり、お酒のつまみにもおかずにもお弁当にも入れられる、その親しみやすさもあるんですけれども、存在感もあるっていうところと、まあなんかやっぱりちょっと甘辛いジャズの案をまとってるところですかね。はい、で続きまして渡辺俊介さんは塩です。なんか調味料っぽいなっていう風にはいつも思ってるんですけれども、口数多くないんですよ。で私ツアーも一緒に行ったことあるんですけど、楽屋でね銀色のコンバースをウェットティッシュでずっと磨いてるんですよね。なんかそういうちょっと静かな変わった子みたいなところが俊介さんあって、でなんかそのあんまり口数多くないんだけれども、やっぱピアノ弾かせたらすごい上手なので、なんかそれがちょっと塩に似てるなって思ったのと、まあないとめちゃくちゃ物足りないじゃないですか。そして素材を生かすなんだけれども、やっぱり味の決め手だし、味を整えるっていう役割もあるので塩にしました。そして最後の浜さんを食べ物に例えると納豆です。もう外人も嫌がるかなり個性の強い食べ物だと思うんですけれども、個性爆発だけど毎日食べられるのはなぜっていうなんかそんな感じですかね。すごいユニークなのに、それこそいろんな現場で順応して演奏されてるじゃないですか。あとはね、納豆は結構伝統を感じるような食べ物なので、ちゃんとそのオールドスクールなルーツミュージックにも造詣が深いっていう意味で、はい、納豆を選ばせていただきました。レイ的まとめは、年一しか食べないデパ地下の高級オードブル、年一しか食べないデパ地下の高級オードブル。はい、どういうことかと言いますと、やっぱり今回のキルトっていうアルバムが本当にカラフルなものになったんですけれども、やっぱりその高い技術と、あとは
そのバラエティーにその順応するコミュニケーション力だったり表現力だったりそういうものがあるからこそこのカラフルなミュージシャンをコラボレーション相手として迎えることができたと思うんですよね。なのでまあその本当に皆さんアーティストとして確立されてるんですけれどもこういうふうに皆さんが一堂に会していただいたことによって素晴らしいアラカルトというかいろんなおかずが入ってるとても高級なオードブルになったんじゃないかなと思いました。ということで、まあ、今日はねメンバーが3人いたのでちょっとたくさんヒートアップして話してしまったんですけれども楽しんでいただけましたでしょうか。それではいいねとコメントもお待ちしております。次の動画でお会いしましょう。 See you!